いよいよこちらを加工していきます。厳しいなこれ、センターが決まらんぞ。じゃん、買っちゃいました。ディスクグラインダーですね、使っていきたいと思います。削っていく、ディスクがこちらですね。ワークプロさんのスパークディスクってやつですね。これをね、グラインダーにつけて使っていきまーす。ね、なんかこんな感じで入ってます。じゃーん、こんな感じですね。で、まずこいつはね、このカバーをつけます。このフランジというのがついてるんですけど、こいつをはめまして、このディスクですね、ディスクをはめます。あとはこいつ固定ナットっていうのがいるので、どっち向きかな、こっちですかね。この凹凸、とんがってる方をこっちにセットします。でこちら側にロックがあるんで、これを押しながら、こういうもの入ってるんで、この穴を入れて締めていきます。これで完成ですかね。いや、かっちょいいな、ボッシュ、やば、迫力、気合い入れていかんと。もうちょっとかな、もうちょっと削っていきます。いや、さすがボッシュっすね。削れたところがこんな感じですね。ということで、掘りたいところのね、大体平面だったんで、ちょっと一回これでね、ドリルしてみます。追加でね、この辺も削ったんですけど、開けていきたいと思います。はい、こんな感じでね、穴が開きました。でね、ちょっとミスったんすけど、加工する前に穴塞いでる方がいいですね。中にいっぱい鉄くず入ってしまったんで、ちょっとそれが失敗ですね。